はい、Kです。ちょっと今日は頭蓋骨リリースとあと頭皮マッサージっていうテーマでシェアしてみます。ご興味のある方はぜひ最後までお付き合いください。ではレッツスタート。はい、今日は頭ね、巷では小顔矯正とかあと頭蓋骨矯正ってありますよね。で、自分でどうやったら効果的にできるかなっていろいろ調べまして、ずっとね今試している方法があるんですが、これがね結構気持ちいいのでやり方をシェアしてみたいと思います。あくまでも私が自分自身に対して実践している方法です。ただね、更年期とかあと PMS とかでね、しんどい日なんかあるでしょ。で、頭重いなとか、なんか自分で解決できる方法なんかないかなとかね、そういう時のヒントになればいいなと思います。頭を優しくリリースしていくと循環が良くなってね、脳脊髄液の流れも促進されるから、そうするとホルモンの分泌とか運搬も良くなるんだって。あと偏頭痛とか不眠の方にもいいそうなので、いまいちスッキリしないなっていう日なんかには使えると思います。で、これは力を込めて無茶にやるとねやっぱり良くないからね。何しろ頭だから、自分がね気持ちいいなっていう手加減で深い呼吸に合わせてリラックスしてやってみてください。では早速行ってみます。ついてきて。じゃあまずね、これ手元に持っててほしいんだけど、 3D の人間の解剖図みたいなアプリね、これは無料アプリだからね、ちょっとダウンロードしてみてください。ね、3D ヒューマンボディとか、あと 3D ヒューマンアナトミーとかで検索するとワンサが出てくるからね。それで私個人的におすすめなのはモザイクエデュケーションっていうところから出ているこの解剖図なんだけど、もうね、こんなの無料で見れるのすごくないっていうくらい勉強になるからね。一応言っておくと、このアプリはね、ディベロッパーがハンガリーっていうことなんだけど、ドイツやイギリスのドクターたちが制作されているようで、すごくしっかりしたカンパニーです。あとね、サイエンステクノロジーのエデュケーショナルアワードなんかの賞も取ってるんですよね。ものすごくちゃんとした会社のアプリですので安心して使ってください。一応概要欄とあとコメント欄にもリンク貼っておきますね。で、私は携帯がサムソンギャラクシーなので、Android なんだけどね、 iPhone でももちろん対応していると思うからチェックしてみてください。じゃあこの解剖図を見ながら行くからね。そうすると、闇雲に触るわけじゃないからちゃんとわかるしね、感覚もつかみやすいからね。ではまず最初のターゲットは縫合線です。頭蓋骨っていうのは23個の骨がね、パズルみたいに組み合わさって頭の部分だけでも8パーツあるそうなんだけど、これがね、加齢とともに縮まっていくんだって。それでこの縫合を優しくリリースしていくとね、すごく楽になるから。で、縫合線は4つあるみたいで、感情縫合、臨場縫合、あとラムダ縫合、市場縫合っていうのがあるのね。で、これをさすっていくわけです。で、まず感情縫合なんだけど、ここ両耳の上のところから頭の上を通る方法ね。で、おでこの生え際から指3本ぐらいのあたりが目安なんだって。でね、方法にきちんと触れるとなんか響くような、ちょっとキーンと刺さるような痛気持ちいい感じがあるからね。これは違う場所だと全然そういう感覚来ないから、場所が当たってるかどうかは自分ならわかるから。で、まず位置を確認したら、さすりながらね、気持ち感情方法を広げる広げるような感じでゆっくりね、ずらしながら動かします。中央からこめかみにと順にね、 2,3 本の指で後ろにこうキューキューっと押していくのね。こういう風にね、次臨場縫合、耳の上を囲むようにね存在している縫合部ってことで、2本の指で持ち上げるようにまたずらしながらキュッキュッキュッと剥がしていきます。後ろのラムダ縫合と市場縫合、つむじから頭のてっぺんが市場縫合、そこから左右に耳の後ろの出っ張りがラムダ縫合ね。これは親指を使って押し上げる感じで緩めます。こう上の骨を押し上げる感じね。縫合に触れるとちょっと痛気持ちいいよ。むちゃくちゃに力任せにやっちゃうとダメだからね。じゃあ次に筋肉を見てみてください。まずね、眉あたりからおでこの上とつながっているので、このラインをね、後ろに向かって筋肉の流れに沿って流すのね。で、次は横の筋肉の流れは下から上ね、
この白いところはちなみに腱ね。で最後リンパ、まず耳、付け根から上、横、下に引っ張って、でその後は人差し指と中指で挟んでさすります。そしたら首流れに沿って流すの。で一番最後、一番リンパの束があるのが鎖骨の下ね。探しなきーんと入るとこがあるから、そこが束だから丁寧に流しておしまいです。はい、いかがだったでしょうか。私たちの体にはね、血液やリンパ液の他にね、脳脊髄液っていう体液が流れているそうで、体調が悪い時はね、この脳脊髄液の流れを良くすることが大切なんだそうです。逆にね、この脳脊髄液の流れが滞ると新陳代謝が悪くなってね、老化とか肌トラブルの影響が出たりとか、あと更年期とか PMS なんか あのホルモン系のトラブルも増えがちみたいですね。ぜひリラックスして試してみてください。では今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.